日本千葉県松戸市高塚神殿高塚神殿は千葉県松戸市の地名。郵便番号は270-2222。従来の松戸市における住所表示は塚の字に点がつくものであったが2013年2月より点がつかないものに改められている。なお、表記には高塚神殿、高塚神殿等、こうがこうとなっている表記も見られる。 松戸市東南部に位置する。東葛大地の南端に位置し、長年陸の孤島と呼ばれてきた農村地帯であったが、1970年代以後に急速に開発が進み住宅地が広がった。だが、古くからの農家も多く存在し、特産品のなしを売り物とした観光農園も多数存在する。地域の東園を JR 武蔵野線が北園を 北総鉄道北総線が走るが、駅は設置されていない。ただし、北総線、秋山駅とは、国道464号を挟んで、隣接関係にある。また、この地域から、京成バスが、JR 総武線、都営地下鉄新宿線元八幡駅、京成本線京成八幡駅、JR 総武線市川駅及び JR 武蔵野線、 北総線東松戸駅まで新京成バスが JR 常磐線新京成電鉄新京成線松戸駅まで路線バスを運行しているに京成バスから移管されたものである。東は市川市大町、道大野町、西は松戸市、秋山、市川市、稲古市町、南は市川市下貝塚、道田谷、北は松戸市式と接している。日田前。 清原、一本松、取ったな、小浜屋敷、巨向、天神山、中野久保、市の谷、木戸前、八丁分、赤坂、野中、甲府田場、の貝塚、瀬か、城、八万越、か笠坊、う、稲越前、駒形、丸山、池のうつ、茶丹うつ、十、原、内屋、新堀米、中台の小技がある。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、高塚神殿あざ茶六大641番52の地点で9万2000円平方メートルとなっている。江戸時代には小金木中の木の外れに位置して、高塚源と称されており、周囲の村々が開けていく中で原野として残されていた。江戸時代前期に国部村の名主、組頭の申請により開発が許可され、 遠方4年に初めての検知が行われ、この時に高塚神殿が成立した。検知町によれば、単別は下旗のみで175兆一端余り、屋敷地は2町8端余り、名受け人は83名、開発の主体となった国部村出身者が最大の11名を占め、かつ全体の2割に当たる35町余りの高地を有していた。それに続いて 上敷稲市の住人が続いた。その後、元禄15人の県地では国高895国余りとされている。だが、単別の総量は、遠方時とほぼ同一ながら、下畑124単9丁余り、松山30丁5単余り、芝地19丁6単余りと記載されている。つまり、畑が50丁分荒廃して、松山や芝地化してしまったことを示していると、 考えられている。さらに、原文3年の県地では残された、下旗のうち51丁余りが荒廃して、松山に編入されて73丁余りとなり、明和6年にはさらに18丁余りが荒畑と認定されたため、実質は下旗55丁余りとなってしまっていた。元来この地域は、実質が悪く、なおかつ伸びや長獣による被害に遭いやすい土地柄であった。 明和7年の記録によれば、あわやひえ、いもが主食で稀におかぼ、大豆、大根、そばを作る家もあったが、麦は作れなかったと記されるなど、厳しい生活状況であったことが記されている。また、文政10年に作成された、農館小都政の物名前取り調べ書によれば、高塚神殿の51件のうち11件が、農館小都政で、うち1件は、 安永6年以来の居酒屋であったことが記されている。さらに実際の高地が減少したにもかかわらず、江戸時代を通じて国高895国余りが維持された一方で、租税は増加していったことが記録されている。しかも、高塚神殿は、早くから松戸塾のスケを命じられていたが、天保年間に入ると、内外情勢の緊迫化に合わせて、同八年には、千住塾、 同14年には、八和田塾のスケゴも合わせて命じられた。なお、一連のスケゴー負担増加を前に作成された、天保7年の任別庁によれば、52件、人口249人でうち11人が、多境に方向中であった。明治維新後、天領から、葛飾県、印馬県を経て、千葉県の一部となり、明治22年、大橋、秋山、上敷、花ヶ谷、 河原の塚、田中神殿、串崎神殿の七花村と合同して東葛飾郡や柱村となった。明治以後なし栽培が盛んに行われ、昭和13年には当時の松戸町と合併し、5年後の昭和18年には市政志向によって松戸市の一部となった。だが鉄道路線とは全く無縁であった、この地域は 東京からわずか 20km 圏内でありながらその恩恵を受けることはほとんどなく、明治24年の個数54、人口371人、戦後の昭和30年になっても世帯数127、人口752人にしかならなかった。昭和16年には、旧東京市が高塚神殿あざ天神山の地に感染症の療養所の開設を決定し、 翌年の昭和17年に東京市松戸療養所として長期療養患者の受け入れを開始する。同療養所は第二次世界大戦後旧厚生省へ移管されて国立松戸療養所を経て国立療養所松戸病院となり国立としては日本で最初のホスピスを開設した。昭和46年に地下は松戸有料道路が地域の中央部を貫通するようになり 相前後して、日本住宅公団が2つの公団住宅完成の高塚団地及び昭和50年完成の理科大団地の分譲を開始すると人口が急増して、団地の周辺部にも住宅地が形成されるようになった。高塚団地の敷地は、当時、国が運営していた旧国立松戸療養所の敷地の一部を旧厚生省から譲り受けたものである。 理科大団地の入居が開始された昭和50年当時の世帯数2397人、人口8770人という数字は20年前と比較して世帯数で19倍、人口で11.5倍という伸びを示した。昭和47年には日本最初の5階建て校舎を持つ小学校として松戸市立理科大小学校が創立されている。 その後も、武蔵野線及び、北総線の開通によって、交通の利便性が高まり、住宅地としての発展が見られる一方で古くからの、梨農家も観光農園としての売り込みを図り、東京などから梨狩りに訪れる、行楽客が訪れる。伝承によれば、自称、樹影の乱で活躍した名場行きつきの紛糾、高塚があったことに由来するとされる。また、 小高い場所にあった神社や綿神社に生えた木々が遠く、行徳沖からも見えたからとする説もある。2017年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。